アバランチーズは、オーストラリアのエレクトロニックミュージックグループ。1997年に活動を始め、アルバム、シンス、アイレフというワイルドフラワー、ウィーウィルオールウェイズラビューなどを発表している。ライブでのザ・アベランチーズ、ツアーメンバーのボーカル二人1994年、メルボルンで前身のバンドとなる、ノイズパンクプロジェクトのアラーム115を結成する。メンバーは、 キーボードのロビーチャター、キーボード、ベース、バッキングボーカルのトニー・ディブラシ、ボーカルのダレン・セルマンという構成で、1995年にはドラムのマナブエトーが加入した。この時期に楽器や録音機材、古いレコードを中古屋で箱買いしており、アラーム115が解散すると、これらのレコードが新たなプロジェクトの核となった。1997年9月、 トライフクタレコーズからアバランチーズとしてデビューシングルロックシティをリリースする。12月にはスティーブ・パブロビッチのワンダーグラムレコーズから EP、L ・エル・プロデュークトがリリースされた。1998年5月にはモジュラーレコーディングスと契約する。1998年半ばからデビューアルバムの制作を開始し、2000年2月に メルボルンのシングシングスタジオでミキシングを終えた。11月27日、デビューアルバム、シンス・アイレフというがリリースされた。2001年にはイギリスで、XL レコーディングスからアルバムがリリースされ、UK チャートで8位を記録した。このアルバムと、楽曲、シンス・アイレフというは、批評家から極めて高い評価を受け、多くの音楽メディアが2000年代のベストアルバム。 ベストソングの一つとして紹介した。アバランチーズは2005年には次の作品の制作を始めていたが、表立ってはこの後10年にわたり、活動休止状態となる。この間にメンバーの入れ替わりがあった。2016年7月8日、2作目のアルバム、ワイルドフラワーをリリースする。アルバムからは、楽曲、フランキー・シナトラ、カラーズ、サブウェイズの3つが、 シングルカットされた。2020年12月11日、3作目のアルバム We Will Always Love You がリリースされた。スタジオアルバム、ありがとうございます。